こんにちは。はい、みなさん、こんにちは。せんちゃんです。毎日お仕事お疲れ様です。今日は月曜日。19日、2月ですね。鹿屋は、朝はちょっと曇り、お昼からすっごい大雨です。今4時ですね。今4時。私はね、雨。朝はね、ちょっと人参切って、旦那さんの方は人参で、お昼から雨で、ハウスの中、皆さん、私のハウスまだ終わってないです。この辺はちょっと私はね、わからないで、あとね、作ってもらえって言ったけど、これ私の苗、いろいろ苗、今日から頑張ってやってます。パカパオレリ、ナスビダリ、辛いトンコラシダリ、私、この前のナスビ植えた、ちょっと大きかったですね、子供と一緒に。見て、皆さん、私、いろんな披露宴のいろんなこと、皆さんに見せたい。本当に楽しみ。悪いもある、いいのところもある、大変なこともある。今はね、野菜のウェルは、ここの辺は、あと、輪切るですね。ちょっと、目つけた。ちょっと、まあ、いい感じだった。もう、あと1ヶ月だね、中学カットできますよね、こんなの。アストスハウスは、今はね、ちょっと暖かいからね、大丈夫。スリは真ん中の辺の、真ん中はナスビ。ラオスのナスビ。ゆーっとあちれまで植えて、スリはこれはね、日本の言葉はささけ豆。ささけ豆、長い豆ですね。1、2、3です。こっちはね、苗を足りない方、種まく、今から出てるしね。これ出てる。これもナスビ。あと大変、皆さん。見て、昨日、空心菜植えて、種、大雨です。大雨、そうだね、雨、ハウスはね、今年は作って、どんなやり方まだわかんないですね。ちょっと水入ってる。この前の私の、ビニールも貼ったですね。そしたら、野菜はない、まだ植えてないわ、まだよかった。わー、すっごい水。どこか入ってくるかな。ちょっとここはね、ここにね、悪いかったよ。まず、ここに、ああ、蹴ってる。ここ、あした。うわあ、見て。ほら、蹴ってる。ここにね、皆さん、ここからね、出てっちゃった。ここから。多分、ツリーかもね、ここまたね、ハウス、教えるかな。もう、すっごい。ここ出て、ここから入って、ミスが入った。ミスハウスの中にはまった。ああ、いや。まあ、よかったなんで、まだ植えてない。これ、2ですわね。昨日こっちの方は、種まきした。いや。すごいね。皆さん、毎日、お仕事頑張ってますよ。昨日はね、私は日曜日で、天気予報見てるだけ、数か、水、毎日雨、昨日も頑張って人参切ってます。昨日は友達もいっぱい手伝い来ました。そしたら、今日はね、雨でもハウスの中、野菜の苗、まだいっぱい、うわ、ごちになった。今、これね、パカパオですね。パカパオ。これ。いっぱい。ああ、楽しみ。今年、夏の野菜は、ほんと、今の2月ですね。私、ちょっと早いです。いろいろ。これ、ハウスの、新しいハウスの、作ったから、いろんな早く、作ります。これはね、1回目の長い豆。釣りは何回も、今年、長い豆、いっぱい植えます。
種も、わお、種も見せ、これ私の種豆だよ、わお、これだよ、わ、自分で苗も取ってる。わあ、また雨降りました。大変ミスたまった。どうしよう、これ。まあ、そうもないですね。あとを考えするね。はい。じゃあね、皆さん、いつもせんちゃん動画見てくれて、コメントまでありがとうございます。毎日、お仕事お疲れ様。バイバイ。早く見てもらいました。ここかな。